皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ビューティフルカーズの村上敦です。今日はですね、この黄砂と花粉で汚くなったこのルーテシアを外で洗っていきます。これ2週間前に温泉に行ってドロドロにして洗車したっていう動画撮ってから2週間ちょっと洗えてないんですけど、もうその洗車をした直後にもうすごいんですよ、黄砂と花粉が。で、黄砂と花粉って結構早めに、特に花粉は本当は花粉がついてから、雨が降って乾くとシミになっちゃうんですぐ洗わなきゃいけないんですけど、洗えてなくて、しかもこの辺鳥の糞まで落ちてるっていうね、数日前から鳥の糞も落ちている感じなんですよ。で、これかなり実は汚いんですけど、いつものことなんですけど、僕の車ベースが全然洗車傷とかなくて綺麗なんで、多分画面越しにはすごい綺麗に映っちゃってると思うんですけど、これめちゃくちゃ汚い状態です。この黄砂と花粉の時期に2週間洗ってないんで。それで今日はね、これをまた洗車するって動画を撮ろうと思ったんですけど、まあいつもにこやかにやっている村上敦なんですが、今日はじゃあちょっとね、物申すって感じでいきますか。結構ねコメント欄に、それ室内で洗ってるから、あ、初めて見られる方ね、僕秋田で洗車とコーティングのお店やってるんですけど、普段ねこっちの洗車ブースの中で洗ってるんですよ。で、洗車ブースの中で洗っていて、で僕は車の水のシミと、あと洗車傷をつけないっていう洗車方法を皆さんにいつもお伝えしてるんですけど、まあそれはね、中で洗ってるから傷つかねえだろうみたいなコメントいっぱいもらうんですよ。外でもつかねえからっていうことと、あとは純水で洗うんで、僕純水器っていうものを使っていて、純水ですぐから別に外で洗って、これ途中で水が乾いても何でもシミにもなんないんですよ。外で洗っても傷もシミも別につかないです。で、今日はね意外と風もなくてね、で、ここほら直射日光も当たんないから、まあ、ベストなんですよ。時間は今午後2時、気温は20度ぐらいだから、まあ気温とか的にとか時間的にものすごく、まあ、普通は朝とか夕方の方が向いてるんで、まあ、真っ昼間なんで一番いい時間ってわけじゃないんですけど、全然外で洗えますよってことで、もう外で洗ったろみたいな企画となっております。で、あとですね、僕なんならあと20分ぐらいで出かけなきゃいけなくて、20分ぐらいしか時間がないので、今日はまあ外で20分ぐらいでパッパと洗うと。で、もう大体想像がつきます。そんな雑な洗い方したら傷つくでしょうみたいな話になってると思いますけど、まあ、つかないし、僕この車傷ない状態で7年乗ってんですよ。で、6年経ってからこう1回磨いて、今磨いてから1年ぐらい、1年以内かまだなんですけど、傷つけないで維持する人なので、今回傷つけちゃったらもうなんかおしまいみたいな感じなんで、僕傷つけるわけがないんですね。で、まあこれがどんだけ傷ついてるか傷ついてないかみたいな動画も、まあ、今日時間ないんで、また他の動画とかまた今後お見せしますけれども、洗車傷はつくけども、そのつき方でこう見えるとか見えないとか、そういう議論もよく行われてますけど、そもそもつかないですからまあよくわかんないと思いますよね。ということで、まあ、今日はこの外でこの、花粉と黄砂まみれになった車を20分ぐらいでちゃっちゃと洗うっていう動画を撮っていきます。まあ普通の人ね、車の洗車マニアの人はね、そんな洗車じゃ不満かもしれないけど、普通の人は20分ぐらいで洗えて傷つかないで維持できたらいいと思うんですよ。なんでね、こう1時間も2時間もやりたい洗車マニアの方はもうこれやめていただいて、別の動画見てください。もう泡まみれにしてさ、時間かけてさ、半日とかかけて綺麗にする動画見て、それ真似されたらいいと思います。でも僕はね、そうじゃないんですよ。綺麗な車は保ちたいけど手早く洗いたいと、そういう人たちのために作った洗車方法ですし、そういう皆さんのために、情報提供してるんで、ぜひ興味ある方は最後まで見てください。車こんなに洗車ってこんなに簡単なんだっけみたいなことが分かると思います。ぜひ最後までご覧ください。はい、じゃあまあ使うものから説明していきます。もう今日ね時間ないんで簡単にいきます。これカーシャンプーです。これはビューティフルカーズのオンラインショップで販売しているカーシャンプーですけれども、別に市販のカーシャンプーでも構わないです。で、これもコーティング剤ですね。簡易コーティング剤。これもビューティフルカーズのオンラインショップで販売しているイージーグロスコートナノっていうコーティング剤です。まあ、これも別に市販のスプレータイプのコーティング剤でも大丈夫ですよ。これめちゃくちゃいいですけどね。どういいかみたいなのは他の動画で結構説明してるんで、今日は割愛します。時間ないんで。そしてスポンジ。
まあ、スポンジも普通に売ってる洗車スポンジでも大丈夫ですよ。ビューティフルカーズ、これはビューティフルカーズのオンラインショップで販売しているスポンジで、あの切れ目が入っててすごい傷がつきにくい。でもだいぶボロいね。まあボロいけどいいか、これでいくぞ。そしてマイクロファイバークロス、これはね水の拭き取りに使うんですけど、これも別にね市販のでもいいですよ。これはビューティフルカーズのオンラインショップで販売してるやつなんですけど、はい、という感じで、やっていきます。じゃあさっさとやっていきます。今日外で洗うんで、水が乾かない、まあ、シャンプーとか乾かないようにしたいんで、いつもは後からシャンプー作ったりしますけど、今日はもう最初に作っておきます。この15リットルのバケツにこれを、今ちょっと多いめに入れてみましたけど、2、3周入れて水を入れて泡立っていきます。すごいきめ細かい泡が立つんで、で大体こう7対3ぐらい、美味しい生ビールぐらいの割合でちゃんと液体をたっぷり入れていきます。あんまり泡ばっかりになっちゃってもね、別に泡で車を洗うわけじゃないので、でカーシャンプーは汚れ落とし効果もありますけれども、このシャンプーの効果で摩擦を減らして傷が入りにくくなりますので、例えばね、なんか水かけてタオルで拭くみたいな洗い方でも綺麗になるんですけど、やっぱりその黄砂とかのね砂でね引きずって傷が入っちゃうんで、こういったシャンプーを使った方がいいです。はい、こんな感じでシャンプー液を作りました。さあ、そしてね、これ旧型の浄水器なんですけど、今は別な新型の浄水器が販売され、ビューティフルカーズのオンラインショップで売ってます。で、ここのメーターが0になってれば純水なんで、今純水です。なのでここから今純水が出る状態になってます。よいしょ。で、水道水でもいいんですけど、ちょっと外で洗うんで 乾いてもいいように、この純水使って最初から洗っていきます。まず水かけてしっかり汚れを落としていきます。今日はとにかく時間なくて、この花粉をと黄砂を落としたいので、細かいところは洗えません。実際ね、花粉と黄砂がなければこの車は綺麗なん で時間もないからすごい雑に見えるかもしれないけど、この洗い方で綺麗になるんだったらそれが一番いいでしょ。この時期にね、2週間洗わないって結構あんまり良くなくて、冬はね意外と洗わなくていいんですよ。秋田なんか特にね、常に雪が降ってるんでね、全然1ヶ月とか洗わなくてもね、汚れが固着するってことはないんですけどね、春になってくるとね汚れが固着しちゃうんでね、特に春だね、やっぱり花粉っていうのが本当に厄介な汚れで、水がつくと花粉の中の成分が表に出てきて、それがこう乾いた時にベタベタと残っちゃうんですよね。ペクチンっていう成分らしいんですけど、ペクチンってね、ジャムとかに含まれる成分なんですよ。ジャムがね、塗装面についてね乾くみたいなイメージですよね。さあ、で水かけたんで、あとさっさと洗っていきます。よいしょ、ね、これでいきなり拭いてもね綺麗にはなるんだけど傷ついちゃうんで洗っていきます。でね、同じとこ2回洗わないのがポイントです。何度も何度も擦ってもねいいことないんですよ。砂をね引っ張ってね傷つけちゃうだけなんで、あとスポンジをなるべくねこまめに洗うことですね。スポンジをね洗わないと結局砂をね引っ張っちゃいますから。あとはこのスポンジ1回ボディにつけたら、もう一筆書きみたいに何度も何度も離さないことがいいと思います。なぜならこうやって横にやると、こう砂は最初のところだけは
このスポンジの中に入りますけど、あとはこう寄せられていくじゃないですか。でも何度も何度もこうやるとその度に砂の上にスポンジ乗っけちゃうことになるんで、傷つくリスクが高まるんじゃないかなと思ってます。まずね、一筆書きでね行くとねいいですよ。はい、まあ、時間ないんでね。あとね、なんかね、ワイパーこう立てないんですかみたいな意見よくもらうんですけど、立てる意味ないですよね。今僕こう浮かしてここ洗ってますから。で、立てちゃうとね、ここが結構あんま動かすとここの塗装が剥げたりね、あと洗ってる間に何かの弾みでパンと倒れたりするとね、ガラス割れたりするんでね。僕カーディテーリング業に入ってから二十数年経ってんですけど、途中で4年間ぐらいディーラーの整備士してたことがあって、僕2級国家資格の2級自動車整備士の資格もあるんで、ディーラーで普通にメカやってたんですけど、ディーラーのメカとかね、ワイパー立てないですね。危ないんで。なんでワイパー立てないんですかって言ってくる人はね、素人ですね。はい、プロでも立てる人いるかもしれないですけどね。まあなんかあんまプロはね、ワイパー立てないです。本当にいいことないんですよ。うっかりボンネット開けちゃったりね、ワイパー動いちゃったりね、そう傷ついちゃったりするんでね。なんでワイパー立てる、むしろワイパー立てる意味ってないですよ。はい、立てたい方は立てればいいけど、立てないからおかしいみたいなコメントよくいただくんですけど、今日はね、毒舌村上で行こうと思ってるんですけど、ワイパー立てろって言ってくる人は素人なんじゃないかなと思ってます。まあ、プロでね、しかるべき理由があって立ててる人は別にそれはそれで尊重しますけど、僕周りでワイパー立てますみたいなプロの人はあんま見ないですね。ディーラーでもね、なんか冬でね、ワイパー、雪とかでワイパー立てるみたいな人もいますけど、なんか営業マンの方が立ててますね。で、整備士はあんま立てないですよ。うん、こんな感じでね、どんどん上がっていくよ。よいしょ。ねえ、こんなに雑だったらそれは傷入るでしょみたいな話だと思うんですけど、ほとんど入んないですよ。よいしょ。また今日なんか何気に洗車に最適な日だよ。これ全然風ないし、暑くもないし、むしろ気持ちがいいね。気持ちがいいっすね。で、なんかね、こう時間かけてゆっくりやったから綺麗ってわけではなくて、僕はね、こまめに綺麗に保ちましょうっていつも言ってるんですよ。まあ、お家のね、流しとかでも、コンロ、ガスコンロとかでもいいかも。ガスコンロとかね、毎回使った後すぐまだ汚れが新しくて暖かいうちとかにすぐ綺麗にするみたいにすると、ガスコンロってすごい綺麗に保てると思うんだけど、例えば1ヶ月に1回とかいきなりね、大掃除しようとするから、汚れがこびりついちゃって大変なんで、こまめにね、汚れが固着しないように洗ってればいいんですね。はい、で、今ね、乾いてきてるんですよ。うわ、やべえ、乾いてんじゃんみたいな話なんですけど、このカーシャンプーはね、そのキレート剤って言って、こう乾いてもシミになりにくい、まあ、このシャンプーは特にちゃんとそういう成分入ってるんで、ちょっとこんぐらいだと多分大丈夫です。多分大丈夫だし、まあ、あんま乾きそうだったら水を補充してあげる、まあ、どっちでもいいんですけどね。水を補充してあげる。ちょっと乾かないように水を補充する。で、この水が水道水だったら、このまた水が乾くとね、キレート剤混ざってるシャンプーより余計シミになるから、あんま良くないんですけど、これは純水なんで全然大丈夫です。こんな感じ。あとは前を洗う。ここね、ここピュアノブラックだから、ちゃんと洗ったスポンジで優しく。で、もうね、これあんまあれですよ、時間勝負。乾かす方がよっぽど良くないから。ただみんなね、時間かけてね、なんか染みつけるみたいな洗車をすることになっちゃうんですけど、まあ、今日本当に時間ないんであれですけど、時間があれば一回ね、流して、泡流して、上を純粋で流した後にちょっとグリルとかをね、もうちょっと時間かけてね、掃除するのもね、いいと思いますよ。洗車はね、目的決めてやりましょう。今日はね、花粉と黄砂を落として、
そしてイージーグロスコートナノというコーティング剤を塗って次の固着を防ぐためという目的、しかもなんとか20分ぐらいで出かけないといけない今の間にやるという目的と、まああとは今日はね、視聴者の皆さん、ちょっとビューティフルカーズに否定的な皆さんの、じゃあ外で洗えよみたいなところにも答えようと思ってやってます。まあ今日の動画もなんか想像できるんですね。浄水器がないみたいな、どうするのみたいな。浄水器はね、買ってください。絶対あると便利です。まあないならないで、このスピードだったら水道水でも大丈夫で、あとは水道水で吸いで乾かないように拭き上げして、ブロワーとかでね、隙間の水をひたすらに出せばいいんですけど、僕は今純水で過ぎます。よいしょ。こんな乾かないようにね、とりあえずかけながら、あとすぐ、ね、時間が、あーもっと一瞬で続けないかな。こう隙間に泡はたまるんで、隙間とかこういうね、パネルの境目を意識して流していきますよ。まあ、もう流れちゃったんだけどね。なんかすごい綺麗な感じがする。ちょっとこの2週間洗えてなくて、花粉と黄砂でちょっと心配だったんだけど、なんかすげえ綺麗な気がする。やっぱりちゃんと磨いてね、ベースのコーティングして、まあ、あんまり時間経ってない、あんまり時間経ってないって言ってもね、去年の秋だからもうだいぶ経ってんだけど、でもう純水なんでね、この時点でだいぶ安心なんですよ。もう乾いてもいいし、まあこのままもう終わってもいいんですね。全然このまま走っていってもシミにならないです。ただ僕今そのイージーグロスコートナノを塗りたいんで、はい、あと僕の車ここ絶対今バチンと当たったよバチンと当たりました。今カメラマンさんがホースにつまずいて車にバチンと当たりました。今のは絶対ダメなやつです。であとはクロスを純水で一旦濡らして絞って拭いていくわけですね。どうしようかな。フロントガラスでさっきね、ワイパーこの辺砂が溜まってるんで、ちょっとあえて拭かないときます。いつもはね違うクロス使って拭いたりするんだけど、今日は時間もないし、このクロスだけワイパーの下の方なんて別に拭く必要ない。でこれ純水なんで乾いてもシミにならないんで、はい、雨もね一旦ね蒸発してるんで、雨っていうのも実はそんなシミにならないんですよ。まあ、黄砂混ざってたら黄砂がねついたりはするけど、まあ、別に黄砂が水に混ざってミネラル分になってるわけじゃないんで、こうやって洗うとね元に戻りますと。水道水はねちょっと水が多すぎるから、ちょっと減らす。ちょっと減らす。あんまり水が多いと、このコーティング剤が薄まっちゃって、効きが悪くなっちゃうんで、ちょっとね、ちょっと減らす。はい、こんな感じ。そして、こんぐらいの水の量になったら、あとは、イージーグロスコートナノを塗っていく。
僕時間がないんでね、今何分ぐらいかな、あ、もう2時半じゃん、やばいやばい、全然遅刻だ、遅刻できないからな。僕昼ご飯食べてないんですよね。まあいっか。おおいいね、全く染みになってない、すごい、すげえ、花粉の染みとかなんか黄砂染みになるとは思ってなかったけど、なんか黄砂の染みとかついてたら嫌だなと思ったけど、超綺麗、やばすごい。いつもはね屋内でねスポットライト照らされてるからもっとねこう汚れが見えやすいんだけど、今日外だから逆にね綺麗、やばすごい、あら綺麗、完璧じゃん、自画自賛、すごいね。シュッとクロスに一拭きして塗って、はい、もう一回絞って優しく撫でてムラを取るでね、あの水道水だったらこの一滴一滴が全部乾くとね白いシミになっちゃうからしっかり拭かないといけないけど、これは純水なので別にこの一滴一滴が残ってもシミになるわ。お、ここなんか鳥糞が、あ、ここなんかちょっとなんかシミっぽいところはイージーグロスコートなのでまあまあ取れるけど、ちょっとなんか残ってるけど、まあ気にしない。これ意外と日数経つとこの跡がなくなってることも多々ありますので、今とにかく付着してるものがなくなったから、あとは次の時に考える。車のクリアって、クリア塗装、塗装の表面のクリア層っていうのはカッチカチに硬いわけじゃなくて硬いゴムみたいな感じなんで、爪を立てると爪の跡がつくぐらいの硬さだったりするんで、意外とねこう炎天下とか太陽の熱とかで動くんですよクリア層って。そうするとねそういう跡がね消えたりするんで、しばらく様子見るっていうのも手です。今焦ってね磨いたりなんだりするとね余計状態悪くしちゃったりするんで、することもあるんで、まあ、あまり気にしないでもいいと思います。はい、おお、すげえ綺麗、すごい綺麗でね、もう時間がないのでそんな完璧に拭くこともないので拭ける範囲で拭いていきますか。あと、まあ、イージーグロスコートなの万が一ムラになっても次また洗っていけば大丈夫なんで、ガラス面とかね別に使っても大丈夫ですからね。でこれねもう時間なかったらいつやめてもいいんです、別にあの純粋なのでね、このシミが、この水が乾いてシミになることもないので、もう拭ける範囲まで拭いたら終わり。例えばなんか雨が降ってねこういう風に水がついた状態でね乾くことって山ほどあるじゃないですか。でもね、言うほどシミにならないわけですよ、雨は。雨っていうのは一回蒸発してるんで、そういうミネラル分含んでないですからね。で、水道の水はね、川の水とか地下水とかが水源なんで、川とか地下水の水っていうのは、山に降った水が地層に染み込んで、何十年もかかって、ね、山のミネラル分豊富に含んで出てくる水なんで、むしろシミになるわけですよ。まあ、この根本的事実にね気づいてない、そこを無視してる洗車論が多いですよね。
車を洗ったら水道水を拭き取らないと水垢になるから、しっかり拭く。でもじゃあなんで雨は拭き取ってないのにそんなにひどくならないのか考えたら分かるわけですよね。水道水にはミネラル分が含まれてるから、雨には含まれてないから、雨の方が汚そうじゃん。それはイメージであって、理屈をたどれば雨っていうのは一回蒸発したものが降ってくる。まあ空気中のね、なんか黄砂とかなんか塵とか含んで降ってくるとはいえ、混ざってるというか、その粒子として混ざってるだけ。一方ね、水道水はね、長年かけてミネラル分が水に溶け込んでる、しっかり溶け込んでるっていう話ですよね。だいぶ違うってことですね。でそれをテスター使ってね、計測してみると実際そうだってことですね。よいしょよいしょ。はい、ちょっとね今日時間ないので、もう最後なんかこんな感じです、できましたみたいな挨拶を吸ってる時間もなく、終わったらすぐ帰んなきゃいけない、帰んない方は次の会議に行かなきゃいけないんで、そろそろ挨拶しながら行きたいと思いますけれども、まもなくねフロントもう拭き終わります。これ1回でやめたいけど、1回でやめるとちょっとシミになるから、どうしてももう1回ねなぞんなきゃいけないですけど、ここ隙間の拭き、ちゃんと拭かれてない水も純粋だから別にシミにならないということでね、まもなく洗い終わります。そしてちょっと僕ね、本当にこの2週間雨とかも降ったんですけど、その間花粉交差もう区別つかないぐらいひどい状態だったんで、シミになってるかなと思ったけどなってないですね。だからガラスコーティングしてるんですよこの車ね。ガラスコーティングはシミがつく、向きと向きだから、いくつあるけどついてねえんだからつかねえだろうと、つかねえガラスコーティングもあるんだよっていうことで、綺麗にね洗い終わりました。で純粋に使って洗えばおしまいということで、一応洗い終わり でホイールとか洗ってないですけど、これ純粋だから乾けば大丈夫ということで、ぜひ外でもパッパ手早く洗い終われるということで、大忙しだったけどそういうリクエストあったんで答えてみました。中があるのに外で洗ってみました。すげえ綺麗ですということで、今日の動画面白かった、参考になったという方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。今日使ったもの概要欄に説明と、あと一応オンラインショップへのリンクも貼ってますので、まあ、もしよかったら見てみてください。もちろんね同じような別なメーカーさんのものを使ってもいいと思います。ということでまた次の動画も楽しみにしてください。